皆さんどうも。寒いですね、もうね。今日ちょっとね、夜釣りやってきてます。海ですね。はい。ジャパンシー、日本海。釣れるかな、菊さん。お楽しみだね、ソルト。なあ。よっと。寒いけど。夜の7時半。頑張ろうよ。7時半ぐらいか。頑張ろう、頑張ろう、これ、これ。ちょっと待って待って。めっちゃ綺麗じゃん、オオサンショウウオ。これと。夜のオオサンショウウオ釣れるよ。足りん足りん、それじゃ足りん足りん。ちょっと、ライト、ライトつけて。あなた見えない、見えない。ライト、ライト。とそれだけじゃ足りないな。夜のオオサンショウウオ釣れるよ。針は針。点検して入れるわ。うん。いらんもん逆に乗っけよ。スピナーベイトいらんもん。まあまあまあでも今はもうざっくり入れ、いいや。入れときや。いや入れ替えた方がちょっと入らないから。え？その辺入れやろ。あとこれの下になんかあるんじゃねえの？もうそれ。オオサンショウウオがあれやん。俺ら。何もいらんけどな。あったあった。何言っとん。バイズシュリンプ。これバイズクローがまた、あ、これ 4.5 インチや。いやこれ釣れるで。もう邪魔になる。それこれがいいんじゃない。山田の木。まだ1個あるか。1個でいいか。カットテールで1個とかはさっき俺入れた。もう入っとる。何本。あ、これでいいやん。これこれでよ。で、針は針。針が1号と3号ぐらい。2号と1号もいるで。その辺しっかりな。あ、これでいいわ。2号と、あ、あるある。ある。ちょっと太いのがないかな。でも太いのが、そうか。ちょっと釣れるといいの。ちょっと俺はね、アコを狙いでいくの今日。アコを釣ろうや。これがいいんちゃう。山田抜きだ。山田抜き。 あ、俺山田抜き。あ、オオサンショウがいいかな。このまま投げれるの山田抜き。まあね。いやでもオオサンショウでこの間あのカサゴでかいの釣れたの海で。オオサンショウウオにしようかな。いけるぞ。このね、水押しで食うんだよね。オオサンショウウオでいこう俺。これでソルトもいいね、菊池さん。ソルトいいよ。で、今回目標でアコウとアナゴだから。アナゴか。アナゴで、餌も買ってきたから。アコウとアナゴが狙い目だね。やろうやろう。楽しみだね。菊池さん、俺もともと海釣りの鬼って言われてたの知ってる？知らん。だから初めて聞いた。小学校の頃、海が目の前にあったから毎日一人で海釣りとって。海釣りの鬼かお前。鬼。マジか。うん。だからバスは中3からだから。ああ。それまで海しか知らないから俺、海って言ったら俺なのよ。ああ、じゃあバスって言ったら俺みたいな感じやな。そうだな。行った。ああ、来た。どうして。あ、焦ったらダメなんだよ。重たくて。焦るなよお前。気をつけ。 OK か。行った。ちょっと落ち着け落ち着け。じゃあ最低限の荷物な。行った。そんなに指見せてみよお前。そんな痛いんか。見せてみ。大したこと。大した。これ釣れる。これ何。沈み節。これ釣れる。黒ダイが食うっていうな。今沈みに。沈みはね、食いがいいから。で、そこで黒ダイ釣れとんね今。アオリイカ、黒ダイ、アコウ。アオリイカ。うちさん、はい。船がない前に。何あれ、豪華客船がある。どこ行くのあれ。北朝鮮だろ。わかんない。ちょっとアオリイカおるらしいから。ちょっとなんかとりあえず魚、アコウ狙いだ、アコウ。これ真っ暗闇の中、これすごいでしょ。何がおるか分かれん。アコウがいるかな。やっぱ日本海は水きれいだね。さっき海のゴキブリいたよ。フナムシ怖いね。いや、いや、ああいうとこカニとかいるかな。イソギンチャク。あ、ウニがいる。ウニがいて、いろんな生き物おるはずね。どこでやる。あの先端がいいんちゃうか。やっぱなあ、先端が深みがこの辺浅いからいいね。菊池さん、ああ、これこれはすごい。なんかちょっと探検しに来たみたいじゃない。これね、これなんか家出してきたんだよ。中学、今小学校6年生の時俺家出したことあるの知ってる。知らない。その時思い出したわ。家出した気分や今日。も海来たんか。海来たわ。海危ねえ。これは暗闇に一人は楽しいね。あ、鳥がおる。鳥が。どうした。釣ったばっかりの炭。アオリがおるやんけ。アオリおるぞこれ。何。今回ね、これアマゾンで買いました。つけろ。スーパーライト。明るくない。明るい。これめっちゃ明るくない。いいやろ。いいねこれ。これいいやろ。スーパーライト。で、向こうにいたら魚逃げんか。ん、分からん。逆にした方がいいんかな。これでいいよ。これで十分俺たちのヘッドライト明るいから
逆にこっちの方が明るくない？眩しい、眩しい。いや下向けて。これどう？手元に目が痛いな。目が痛いな。これ強すぎる、このライト。こうするか。これこれでいいか。うん、かこっちでもいいよ。いや目が痛い、向けると。向こう向け。やっぱ工事現場用のいいね。ザン。まずはシーバスネアでちょっと巻いてみるわ、ミノ。うん。ミノを巻いたけど反応ないわ。ないか。ないから、ちょっとこれにします。イカしかおらんのやないか、だからカットテールのシンカー付きで、ちょっとカサゴ界隈、アコウ界隈、カトテで。ちなみにこれ今日五三川で坊主食ったセットですけど、ちょっとね、ワームの方にも反応がないんで、これジェット天秤でね、青磯目も投げて、ちょっとアナゴもね、同時に、アナゴどんぷりできるで、今日。投げてみる。あるいはね、まあ、こうとりあえずササメのキス舟感じでね、これでちょっと夜アナゴ狙おうかな。夜アナゴやった。ものの10分でヨギス持って帰ろう。これ夜でも釣れるんだね。えやっぱキスおるね。ああここキスがいっぱいおるね。これキスは美味しいで、天ぷらで。あちょっと渋いね、あれから。渋いね、全然ダメなんかちょっとここ砂浜だらけっぽいじゃん。ああ当たらないねえ。いない魚が。魚おらんか。おらん。アジもフグしかおらん。フグしか、フグしかおらん。でもキス一匹釣れて。なんか岩とかあると思ったけど、前回アコウが釣れたんだけど、なんか砂浜ばっかだよな。前水草があったんかな。なんだろうな、水草があったよ。砂浜にもアコウおるんか。だから辺に岩があるんじゃねえか。全然釣ってくれん。当たらんな。どうした？眩しかった。ああごめん。これめちゃくちゃ眩しいな、ライトな。野球さん、さっきカットテール巻いてたのねえ。したら、うん、煽り、煽りやな。煽りが持ってったから、今速攻で24時間営業の釣り具屋って買ってきました、急遽。ちょっとこれ投げよう。来ると思うよ。ちょっと投げろ投げろ。これこんなバイブレーションの時代じゃない。釣れないんこれ全然。おう、何も釣れない何も釣れん。ちょっとバイブレーションじゃなくて、このいや何何使う、どっち使う、どっち使う、どっち使う。これこれこれ、お前グリーンに来たろ。あそうやな、俺はこっちピンク使うわ。これ投げてみます、釣れるかな。菊さん反応あるか。ない。ちょっと粘ってやってみよう。当たるといいな。イカ釣りたいな。ちょっと食べようや、イカ。アオリいけないんで、オリジナルリグ、このね、エギにカットテールつけて、このこれで誘ってみます。ブルブルって当たった。当たった。なんだろうこれ、これ青磯目、青磯目ブルブルしとる。なんか釣れとる、間違いない。なんだろう、なんだろう、なんだろう。おるおるおる、ついとるついとる。映っとんこれ。ブルブル、暗すぎて映っ。あ、でかいでかいでかい。お、マゴチ。ちょっと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 、カメラ映っとる。いや、うつ影しか映っと。あ、映った映った。やった、マゴチやん。マゴチ天ぷら。でかいじゃん、結構。やった、でかいと思う。25センチ。いやいや、なんか今ね、エギ投げとったらブルブルって音をしたから竿が引っ張られる。何かもな、これマゴチだよね、のちっちゃい子供だね。天ぷらにしよう。子供かこれ。それはだって60センチになるよ。そうか、マゴチの子供。マゴチってなんか刺しそうやね。うん、ちょっとあるかも。セムが釣ったもこんなん釣ったんだわ。キス、キスが釣れて、その釣れたキスを、食ってきた、食ってきた、砂浜で。そんぐらいの、あ、切れちゃった。切れちゃった。あ、これでもこれ食べよう、うん、せっかくだから明日の昼飯。やったな、天ぷらですよ。菊さん、当たらなくなってきたね。あー、寒い。えぇ、寒いぞ。寒い。どうしよう、当たるか。粘るしかないよ。煽りが当たらんな。煽り取ろうや。煽りお前、さっきの奇跡のお前バイトがなあ、おるで。のぉ、カットテールやってないと食わんのかな。わかんない。まあ。エギで食うだろ普通。ただこの炭がすごい新しい炭だったやん。湿っとったから。湿っとるよ。今10時ぐらいやろ。3、4時間前に釣れて俺も当たったんだよ。おる。もうちょっと待つか。絶対おる。ちょっと投げ釣りも来んな。なんかちっちゃい餌取りみたいなのがピュッピュンってきて。いや、わからないこれ。ちょっと下げ潮で潮止まりで。反応なくなってきましたね。黒金にも食わないし、菊さん潮止まりですわ。あ、危ない危ない危ない。
潮潮止まりでさ、菊さん潮が止まった止まったなあ釣れません。なかなか釣れません。釣れんのか、はい、釣れません。釣れんな。ちょっと2時間ほどちょっと反応がなくなりましてね。寒い。見せて見せて見せてるわ。これね、これでカサゴと針2本しよう。イカを両方狙うと。わかる。これカットテールでイカが抱いた瞬間引っかかるから食わないやというか餌にも反応がないんだけども、すでに釣れない。いやでも楽しかったね。あもうちょっとあと30 10分、うん、あと2時間2時間もやろう。2時間ちょっと耐えて、この寒さに。えれえわ。で釣れるかもしらんから。偶然に来た来た。マジで ついとる。何ついとる。どこどこどこ。待って待って、なんかついとるついとるついとる。ビクビクしてる。キスじゃねえかこれ。ヨギス来たぞ。諦めずにおったらヨギス見えるか。映っとるカメラ。全然映ってないと思うんだけど。来た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 。あー、おるうわー、なんだこれ。ヨダイ、ヨルダイ、タイ。これ映っとる。うん、映っとる。タイですわ。ビクンビクンと。やったなお前。逃がそう。これはなんか地合いだよ。地合いだよお前。これイカじゃねえか。地合いが来たんだよ。どこだ。青ゴカ一本つけて、おちょんかきしたらなんかついとる。絶対重いもん。重い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 んかお前。なにこれ。イカ、タコ、タコ来た。タコ。あ、タコ。マジ。こらい。やった。やった。やった。タコだ。タコ焼きだ明日。タコ、イカかこれ。ひょうもんだこ。ちょっと待って、気持ち悪いやつか。気をつけろ気をつけろ。ひょうもんだこれ。イイダコだと思う。ようわからんぞそんなやつ。いや大丈夫大丈夫。毒ねんか毒。ひょうもんだこじゃない、普通のタコだと思う。大丈夫。うん。気をつけろよ。タコ。タコか。イイダカでなんか今投げて、あのもう帰るから一本丸ごとつけたよ。おたらなんか、あ、なんか重いと思って。タコ。これぐらいでも重いんだね。いや重いっていうかなんか大きくないのに。やっぱ水抵抗、さっきまで何も釣れんかったから。いいじゃん。ヒョウモンダコかな。違うよね。寒い。ただのイイダコだと思うこれ。これイイダコなんか。俺タコの種類ようわからんけど、うん、これイイダコだわ。うまいな。食べれるやつこれ。やった、タコ焼きだ。いやいや、これは逃がしたい。逃がすんか。これ小さいか。これシペットとして買えるで。買う。海水入れて買えるか。そういう再生回数何百万あるで。マジで。うん、タコを飼育してみたっていうので持って帰るか。でも海水でやらないから、ね、いつもすぐ死ぬんだよ。無理やな。いやいや、でもどう YouTuber 的にはこれ持って帰って。これ見て、すげえ。タコタコチューチュータコかいな。これこれやべ。小さいのこれは。タコで ちっちゃいよ、この赤ちゃんのタコ。赤ちゃんか。ヒョウモン、でもこんなんでヒョウモンダコがおるんだって、うん、こんなんで。あ、おるよね、ヒョウモンダコ。猛毒のやつが。これは普通のタコだと思う。なんか金色のやつがない。でこれ今年生まれたやつだから。あ、そうなの。あと1年で死んじゃうんだけど、今年生まれたわ。宇宙人だこいつ。またなんか釣れとる。なんか釣れたお前。あー、外れたかな。またタコじゃねえやろなお前。ピクピクだから魚だけど。あ、外れちゃったわ。多分タイがついて。ああ、外れちゃったんだ。いや、タコがおるかもしれん。おるおるおる。キス君、コチ君、タコ君、イカ君。やっぱり海はいいね。ライトショアジーイング、やったぜ。出たのが、菊池さん、ウミケムシ猛毒。うわ、触るなよ触るなよ、大怪我するぞこれ。ウミケムシ、うわ、変なもん釣れちゃった。海は変なんがおるね、やっぱ。ウミケムシこれね、触ったらね、毒がねブリブリってなるの。ウミケムシだ。うわ、変なもん釣れた。なんか思い分かるな、やっぱ釣れたら。ああ、見てこれ、キグさん触るなよお前。ウミケムシ、危ない危ない。うわ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 、やめて、やめて。動いてる動いてる。やあ、うわあ、なにこれ。うわ、くるくるくる、動く動く。危ない危ない。ウミケムシ、ウミケムシなんか釣れんのかそれ。知らん。食ってこんの前、広島、愛媛で釣ったやん、高知の宇和島で。それ以来や、毒。お前も毒よ。なお前もキモいよ最後の。菊さん、はい、
今回の釣果キスとマゴチ食べようかと思ったけど、うん、まあちょっと釣果も少ないし、ないからね、逃がしてあげよう、うん、まだ元気だから、リリースだ、生きてこれ針ちょんがけでなんか投げたらこれ池で釣れるけどな、これな、本当だな、うん、逃がしてあげよう。でこのコチ、マゴチ、マゴチ結構いい方じゃんこれ、うん、まあ25センチの、うん、ちょっとこれ怪我しちゃったけど、あ、大丈夫大丈夫、逃がしてあげよう、逃がしてあげよう、よし、マゴチくん逃げなっちゃい、ほい、キスキス、おー泳いでった、あ、泳いでる、うん、キス、おお、逃げる逃げる逃げる、逃げる、まだ息があるからなんとか蘇ってくれるだろう、大丈夫だ、ということでキスさん、あ、まだ会おうぜ、よし、かあ、いやキスさん、よかったね今日、だな、楽しかったな、ね、この夜の、ああちょっとまた生き物をさ、今日もいろんな5種類の生き物を捕獲できたりな、うん、ちょっともっといろんな生き物を捕獲してからな、そうやな、生き物探検隊や俺ら生き物探検隊なんだ、ああ、おお、帰ります、皆さんも寒いけどまた会いましょう、バイバイ。